嫁からも県民からも見放され、貯蓄を切り崩して生きていくしかない東国原英夫が豊田真由子代議士のあの騒動についてツイッターで語ってたな。報道が事実であればこういう人間が国家公務員であったこと自体、それは恐ろしい気もするが、国会議員の暴言暴行等違反行為は、絶対に許されない。徹底的に事実を究明し、糾弾されなければならない。このハゲ違うだろ、違うだろ、バカかお前は。引行したお前がそんなつもりはなかったんですと言ってるのと同じ。いやすまんすまん、正直お前のツイートしっかり読んでなくて、これがやりたかっただけだから気を悪くしないでくれよな。俺と一緒だな。今週のニュースほとんど入ってきてないから、これやりたいばっかりで。